こんにちは。iPhone などのスマホでですね、あの、サブスクリプションを使っている時ってありませんかあと、無料アプリだと思って使ってたら、いつの間にか有料に切り替わっちゃうっていうね、ステレスサブスクっていうのはあるんですよ。それは、あの、私もよく引っかかっちゃうんですけども、あ、無料のアプリいいなと思って使ってるじゃないですか。そしたら、1週間とか10日するとね、自動的に大した通知もなく有料に切り替わっていて、で、毎月の請求書を見ていると、 まあ、アップルの引き落としがね、こう増えてるだけなんで、あんまり気がつかないんですよ。で、そのまんま、アプリに、あの、慣れてくるっていうか、飽きてくると使わないじゃないですか。そうするとね、数ヶ月単位、数年単位で、知らないうちにずーっと連続課金が続いてるんですよ。だからたまに、スマホで今、どのサブスクに登録してるのかってことを確認して、いらないなと思ったらね、以前自分の意思で契約したものでも、すぐ解約した方がいいです。今回はその方法の説明です。じゃあ、画面を切り替えて説明します。 方法なんですけども、最初にこの設定ってところを押しますよねそして一番上に名前が書いてあるところをここをタップしますでその後でサブスクリプションっていうところがありますんでそこをこうタップしますと今自分が加入してるね有料のサブスクリプションサービスがあるわけなんですよでここに対して今は 私は2つのアプリを契約してるんですけども、実はね、解約したんですよね、さっき試しに。そうすると2人、2つとも、いつ解約されるのかって日付が赤で出てるでしょ。だからこの日までは使えるってことなんですよ。さあ、それで解約の方法ですけども、一番上のポップキットってアプリを解約する場合はそこをタップして、で、えー、ここでですね、更新するって書いてあるところがあるじゃないですか。これ契約中だとね、解約キャンセルするっていう図になってるんですよ。だからそこをタップすると、えー、終わりです。で、こうやって戻るだけと。 でこちらの下の方も一緒ですねこちらも今私解約しましたけど週650円も取られるんですよねだからね慌てて解約したんですけどもこれも今、あのー、更新する650円って書いてますけどここにねキャンセルするっていうのが出ますんでそこをタップすれば解約完了になりますということですね以上でございますはいということで私はね、えー、スマホのサブスクはこれで全部なくなりました 安心でございます。あとパソコンのサブスクはね、もっともっとわかんなくなっちゃってるんで、これからチェックしたいと思います。